ピアル舞台、うん、間違えた、舞台。対バン、はい、対バン実況配信中。54分です。これ写真ツイートできんのか、これをコピペしたらいいのか、ピペコピーしてキャンセルして、はい、皆さんこんばんは、フェスティファーテートの今村美月とシナのソラハです。はい、いいよ、やって、あ、いいですね。はい、これからフェスティファーテート瀬戸内 PR 舞台とラストアイドルさんの対バンを私たちで実況配信していきたいと思います。ドキ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 。はい、公演の配信チケットは今からでもゲットできるので、よかったら私たちと一緒に皆さん公演を見ながら盛り上がりましょう。あと、なんか始まりそうな気が。ほんと、あと5分後どれツイートしよっかな。私たちのショールームのね、概要欄から多分、URL とか書いてありますので、まだチケット買ってないよっていう方はそこからゲットしていただけると嬉しいです。パチパチ。全然私わかんない、セットリストとか知らない。私も初なんですよ、だからもう初リアクションがこのショールームで見よう。目ん玉飛び出るかもしれない。実況配信もあんましたことない。うん、なんか無言になりそうで、これ確かに集中しすぎて大丈夫かな。じっくり見ちゃう。ツイートしました。ソラハとミチさんのツーショット。レアです。レア？私あんまツイート、自撮りしない、自撮りをツイートしないんで、たどりしか。自撮りをしたの？いや、さっきツイ、写真撮ったやつで、シャッシャ。シャッシャ。自撮りじゃないじゃん。自撮りはツイートしないんですよ。自分の中で決めてて。だから、たどりのツーショットってあんまないじゃないですか。確かに。だからレアなんですよ、ツイッターに現れるのは。今日は私のペンライトは、はじめまして STU48 ですのやつです。いや、思ってる人レアなんじゃないかな。確かに、これ本物のはじめましての時ですもんね。うん、めちゃめちゃ懐かしい。うわぁ、私は最近の、あ、花火や、うん、かわいい。そらはじゃあ水色できます。なんか緊張する。何しようかな。
けど、いいですね、消したいです。見えますか？商品紹介お願いします。こちら、おいくらなんだろう。予想はあのサングラスが3500円だったから4000円ぐらいするんじゃないですかね。そうなのかな。ペンライトの方が安い。いや、同じぐらいな気がする。あ、確かに。今日はちょっと私は同じスタジオのドカ推しとして、あ、待って、私2人もいる。紫ってゆうかちゃんも紫で、でもあれだ、マイカ色でしょ。あ、本当だ。よし、マイカ推しで。やべ、他の人、あかりさん、かちさん、りなさん、ちょっと声で頑張りましょう。3人は声で頑張りましょう。わずっと押しとこうかな。でもなんかファンの人あるあるじゃないですか、こうテンション上がりすぎて夜中ペンライト変わってて、あれ広がる、私推しなのに違う推しになってるっていうのがあるから、すごいいいですね。じゃーん、指針ですね、これは。じゃーん、ファミリー。あ、これなら全員推しにいける。ほんまや、チコチコないですか。多分ない。ないのか、これ初期だけしかないのかな。全員推しになる。そうだね。じゃーん、これピヨーピッとかーんとかじゃーん。ドキドキする。今何分だろう。あ、あと2分だ。やばいやばい、なんか映画の上映待ちみたいな気分、ね、ドキドキする。これが最後のやつですからね。千秋楽ですもんね。そうだね、昨日、昨日ね、もう対バンもない、普通のやるみたいだけのやつが終わって、寂しいですね。ね、何ヶ月ぐらい活動したのか。今回のシングル独り言からだから、うん、半年ちょっととかって2月、うん、ぐらいかな。だから悲しい。確かに、かわいい、いいですね。バス、ドキドキする。喋れるかな、ちゃんと実況できるかな。もうやばいかもしれない。PV でさえ黙って見ちゃう、うん、見てしまうから。何回も見たの。あ、あと1分、絶対これ終わったらだ。これ終わったら、確かに。みちさんのメールが届いたよね、それな。今見ないでよ、これ。みちさんドアップの写真が来ましたね。ドキドキする。うわー、台湾ってさ、うん、あれどんな感じになるんじゃろうな、あのオーバチュアとか。あ、確かに、ダッチからとかもね。ドキドキする。ちょっとここちゃんとはめとこう、飛ばさないようにテンション上がって。ミスさんにボーンってなってしまうかもしれない。怖いな。大丈夫です、安心してください。怖い怖い、ドキドキする。ほんまにやばい、緊張してきた。対バンされるけど、私ラストアイドルさんにお友達いるけど、あ、でも今日のメンバーさんにはいないんだけど、いないのか。あ、ラストアイドルさんからなんだ。そうね。え、かわいい、かわいい、衣装かわいい。俺得ないっていう。あ、この方々もファンの皆さんの投票で選ばれた9人です。そうなんですね。あ、なんかしてましたね。見ましたしね、なんか。うおー、かっこいい。こういう感じなんだ。うおー、すごい。出てきました。おお。え、うおー。ちょっと、しか言えない。新しい曲じゃん。あ、そうです。あー。え、かわいい。すごい跳ねてる。実況下手すぎません？跳ねてる。
すよね、一人一人ここの色と。どれだけ君のことを好きだと
Thank you.
か夜中に合宿かなんかのやってたんですよ。それを寝れない時によく見てます。だから うわ、うちらも合宿やるってなったらこんな感じなんかなと思いながら。ないですね、まだ一回も。どうします、あったら。でもやった方がいいんじゃない。確かにやった方がいいと思う。一期ドラさん、二期でやりたい。全員で、うん、ありがとうございます。あ、おはようございます。配信アムラの皆さん、こんばんは。私たちダンスアイドルです。よろしくお願いします。イエーイ、かわいい。紹介だけさせてください。まずはあいみから。はい、小澤あいみです。精一杯楽しみます。よろしくお願いします。はい、はい、橋本桃子です。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。橋本桃子さん、桃子。はい、畑美咲です。STA のファンの皆さんとラスタイドのファンの皆さんと一緒に楽しみたいです。よろしくお願いします。かわいい。人形さん、お二人です。ホロピーの分まで頑張ります。よろしくお願いします。はい、奥村ゆきです。今目の前にミスティーユさんがすごく緊張してるんですけど頑張ります。よろしくお願いします。奥村ゆきさん、奥さん、はい、マジか。奥さんです。そうですね、STU のファンの、STU さんのファンの皆さんも、ラスアイのファンの皆さんも、どちらも楽しめるようなライブにできるように頑張ります。よろしくお願いします。バカだろー。はい、鈴木遥です。今日は最高の夏の思い出にしたいと思います。よろしくお願いします。鈴木遥です。はい、町田穂香です。皆さんに笑顔が届けられるように頑張ります。よろしくお願いします。おっとりしてるけど、はい、カメラ分かってない。これを見てくださってる皆さん全員が今日いい眠りにつけるように精一杯頑張っていきます。この方の下に入ってくる。すごい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は瀬戸内 PR 舞台さんの対話に呼んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タイマンということなんですけど、あいみどう？はい、いや、もう ST50 さん大好きでオタクができたかったんですけど、もう楽しみたいと思います。いや、もう楽屋でもね、テンションかかったもん。そうなんです。ずっとカチコチです。そして、ラスアイにも実は瀬戸内出身のメンバーがいるので。おー、桃子、はい、どこ出身？はい、私山口県出身です。おー、はい、STU さんともやっぱ馴染みとかありますか？はい、実はですね、私 STU さんの、オーディションを受けてまして、最初のオーディションで最終オーディションまで行ったんですけど、落ちちゃって、でも公演で出ようとしてね、出ようとしてね、お前ダマダマしてらっしゃるから、ね、どこ行ったんだ。じゃあ運命のライブですね、今日は。嬉しいです。すごい。じゃあ愛理ちゃんもね、どこ出身ですか？はい、私は広島県出身でございます。どうですか、STU さんのイメージとか。いや、本当にもうテレビでもすごくお見かけしますし、街中とかでもすごい見かけるので、本当に光栄です。ありがとうございます。すごく見かけるね。私たちもね、すごく気合いないです。すれ違うポスターとか。あー、どっちなんだろう。気になるな。かわいい。それではライブに戻りたいと思います。はい、私すごい。
手前のいいのよ。ね、思い出したそれ。うちら初めツアー前半戦でもうみんなお前がピョーンってなったそうね。Thank you.
すごい、急にギャップがすごい、めちゃめちゃ早口なけど、昨日ショールームで歌った私これ、すごい。よかった。すごい。入ってましたね、もう。ドキドキする、なんか。ちょっと時間あるのかな。分かったよ。同じこと考えたらガイさんと皆さんもね、あの今日バスト女神
かな、めっちゃ可愛い。これは私の服なんです、この衣装。あら、なんかちょっと仲の意識じゃないですけど、似たものを感じたというか、やっぱなんですかね、いっぱいの人種からこう、これも選ばれて、オルトクナインさんとアンジさんがいらっしゃったんですけど、なんか瀬戸内リアル舞台と、境遇も似てるなとか思ったりとか、すごくね、なんかこれからもいっぱいいっぱい絡む機会があればいいなと思った、そんなライブでした、うん。それではここからは企画コーナーになります。私、STU48瀬戸内リアル舞台の福田あかりが MC を務めさせていただきます。ラストランデルさんに、ただいま
はい、じゃあ千穂ちゃんから見せてください。はい、サムライです。はい、サム
ツアーでやりたいな。やりたい。3人 MC のところ。うん。やろうかな。確かに。
え、面白い。すごっ、大事なところ正解したらそれは聞けないっていう。仕方ない。止まっちゃいましたね。嬉しい。何もしない。
長で自己紹介をお願いします。絶対無理だ私。滑るやつだ。盛り上がっていただきたいので、もちろん手拍子とかを。あ、おお。やってください。じゃあ任せてます。やる気満々や。Thank you.
サングラスメイドと。あ、その、どうしよう。後ろ向いてほら、知ってる。さすが。街角で恋を出始めてた時
ういうこと、むしろそういうやつなんですよ。みんな歌ってる。
つです。Yeah.
たんだけど、その斜めの2人のカモちゃんが下手すぎてえどんな感じ、私たちは結構本気でなんかなんでやみたいな感じになってるんだけど、なんか2人ともそんなみたいななんかね、トロもねあのまあまあみたいな感じないカモちゃんだけすごいもうね、ずっともうねで、音声は確かに使われないけど、そう動画撮った自分だったらやっぱちゃんと違うよ、棒すぎてみんなね、笑いそうになってで、あーちゃんがね、先に切れて出て行って3人で、なんか寂しそうに見るっていうとこだったんですけど、そのあーちゃんが行った後に振り返ってめっちゃニヤニヤして作るんですよ。だから私たちもずっとこらえこらえながら、あれはこっち見る件はね、そんな裏側があったんだね、あそこのシーンには。
かわいいっす。
最初はね、このメンバーでしか歌わない曲だからみたいな言われないよ。でも緊張しすぎてみんなの曲歌っちゃう。何でも見てる。なんかに加わる時はあの本家の衣装ダラダラしてるから。そう。ね。上手だったね。本当に。なんか本当に馬鹿になる前髪だと終わった後なんでなんだろう S? 確かにどういう意味があるんですか、わかんない、わかんないか、どういう意味があるんだ、 S かな、確かに、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ちょっと曲げると、ラストアイドル皆さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。9月25日に渋谷スタヤさんの店長をやらせていただくのと、そ
26だった情報たくさんありますので、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。9月22は、いっぱいあったね。嬉しい。そうだよ、自分の生誕祭がユミリーさんと被ってたよね、はい、24? あれ24か、あれあれ24に私生誕やったっけ。24か、活動は今日で終わりになってしまうんですけれども、でも、スタジオ舞台としてのユニットはありますので、ね、またどこかで、この6人でパフォーマンスができるように私たちもこれからも頑張っていきますので、当日はよろしくお願いします。でも全然ですよ、ろしくお願いします。あユニットはあるんですって。9月22はチャマの誕生日だ。私たち STU4D の瀬戸内 PR 舞台でした。23時59分まで見れますので、よろしくお願いします。
今日何日？今日はですね、17、あ、1週間ですね。17。1週間。お、計算だよ。すごい。絶対誰でも行けます。絶対行けますね。1週間見放題なのでね、ぜひチェックしてみてください。ということで、はい、今日の実況配信はこの辺でバイバイしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごくいいライブでした。いや、本当に良かった。なんか今後のなんかアイドルさんとの対話やってみたいなと思います。こういうユニットとかがやっぱ多いんで、16人でいつかやっぱコロナ禍とかなくなって、こうなんかちゃんと有観客でできるっていう時にやってみたい。いいですね、対バン終わりました、うん、楽しい、絶対楽しいよ、うん、私も見たいな、生でアイドルそっちがいいんですよ、絶対生でアイドル見たいなって思いましたね、できたらいいですね、うん、やりたい、私も頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ということでそれではお会いしたいと思います、はい、じゃあ皆さん、LINE の方にそうですね、20時間、あと13分なのでね、うん、みんな見れると思うのでライブよろしくお願いします、はい、お願いします、ちなみに今から私は七並びします、うわちょっと今日は寝てて全然できてないので、あ、そうなんですか、みちさんのランキング3位内目指して頑張って、あ、3位内なの、そうですよ、今4位で、まあ10位以内です、10位以内なんですけど、頑張れば3位内いけるんじゃないか、いや、いけそう、ちょっと頑張れたのか、今4位なんですよ、なのでちょっとこの後七並びしたいと思います、ありがとうございます、全然ですということで、はい、終わりたいと思います、ありがとうございました、皆さんありがとうございました、またお会いしましょう、バイバーイ、じゃあこっち先に戻ろう、はい、行きます、さよなら、ありがとうございました。